こんにちは、よしみです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネルの概要欄、コメントのトップにいろいろこのチャンネルについてのご案内も載せてありますので、よかったらご覧になってみてください。もし気に入っていただけたらチャンネル登録もぜひお待ちしております。前回はいよいよセレクションの対決が始まって、 Z チーム、X チームと対戦をしたわけなんですけれども、そこでサッカーのゼロを1に変えるスーパーエース、バローが登場いたしました。残念ながら1回戦は負けてしまったんですけれども、これから潔、まあ、バチェラ君とかね、次の対戦はどうなるでしょうか。本日は第4話を見ていこうと思います。いろんなキャラが出てきてるから、みんな結構特技がいろいろじゃないですかね。作戦立ててるんだ。みんな自分の武器言語化できるのすごいですね。ちぎりくん、ピンク髪の秘密主義。女王様。ひらめいてるよ。平等に。次俺イレブン作戦。第4話、予感と直感。作戦決まったんだ。次俺イレブン作戦でいくのかな。1週間経ったんだ。栄養は大丈夫かな。ちょっと落ち込みモード。そうよね、国神くん。顔が。今そのお礼。なかなか律儀な人。もうまっすぐ答えてきた。子供の時からか。なかなかまっすぐな人物ですね、この人。おお、おかずがめっちゃ豪華。あ、コールボーナスあるんだ。これは元気出そうですね。そこを今ね、精査していくわけですね。ゴールの匂い。国神おかずだけで食べてる。もしかして褒められるの苦手なタイプ？仲良くなっちゃってる。第4試合 Y 対 Z ですね。俺たち同様チーム Y も一戦目を落として後がない。うがつば抜けてる。熊本県大会9番。ヘアスタイルが特徴的。それぞれの武器を生かすための超攻撃的システム。でも、交代で一人ずつフォワードを担う。平等にローテーション。なかなか頭使わないとできないね。全員の特徴を頭に入れとかないといけないし。一斉にポジションチェンジ。守備の面でリスキーすぎ。
キーパーね。ゴールキーパーは俺固定でいい。え、俺もディフェンダー固定でいいよ。固定でいいの。ここで自己俺も。OK。じゃあこの作戦は一人10分ごと。ドレイレブン改め。ちぎりも結構謎の人物ですね。次俺ナイン作戦とする。超単独戦法。圧倒的な武器を持つやつだけに許された。の抜いたよ、もう2人の目がぐるぐるよ。お、研究されてる。まだバチラの時間か。勝てるって言ってるよ。お、次ローテーション。頭に入ってんだね。なかなかこれは頭脳戦ですね。うわ、阻まれた。守りを固めてるの。うわ、お、この人、あ、来た、走った。そういうことか。こいつらの狙いはカウンター。よろしくです。2個、うん、守ってカウンターの感じか。9番は結構マークしてないとダメですよね。あー、入っちゃった。この守ってカウンターも戦術として結構定番化してきましたよね。お、声かけもしっかりしてる。おお、ジャンプ力。お、取られた。うん、時間かけてる。第1タイム来た。時間稼ぎで終わっちゃった。突破口が必要ですね。ガチガチに守りを固めてきてる相手を崩すのは一流のプロの試合でも難しいって聞いたぞ。この作戦で大丈夫。うん、この作戦で大丈夫なの？それは思う。作戦の見直しね。それもある。それも一理ある。より個々のポテンシャルが大事になってくる。次は誰なの？潔の出番はいつ？今村くん。女の子で例えた。わーい、こちゃん。テンション上がってきたよ、急にこの人。うん、聞いたの。あ、後半ね。タカ、いけるか。ヘディング。うわ、入らない。コーナーに持ち込んだよ。あ、コーナー誰が蹴るんですか。いい。うん、お、目がぐるぐるきた。ニコさん、ニコさん、うわ、うわ、
取った、ウサギ。あの嫌な予感の正体は、ビームワイの心臓は。ニコちゃん、ウサギ決めるか。決まる。うお、誰かこぼれ玉。お、痛い。うわ、痛い。血が出ちゃった。また結果としてナイスアシストになりましたね。これでイーブンね。君がいなきゃ今のカウンターで試合を終わらせられたのに。いい動きしてますね、潔くん。君って僕と同じ目を持ってる。やってやるよ、前髪やろう。ノー、モドリッチタイプかな、ニコさん。アディショナルタイム、ブルーロックの食事、気になる気になる。おお、肉野菜炒め。ああ、これも飽きない。弱い。あ、負けた。ヘルシー。そうなりますね。はい、チームワイとの戦いも始まりましたね。ここではあのニコさんっていうね、前髪で全然目が見えない選手がちょっとこうキーマンになってたわけですね。しかし潔くんのね、こう言葉にするのはなかなか難しいけれども、人より明らかに秀でているとっさの判断力とか、ゲームの芯をついたプレーとかね、そういったものがあの潔くんは得意なのかなというところが伺い知れる回でしたね。あとはね、チーム Z のみんなともね、一人一人ちょっとずつこう仲良くなってもいるし、そういう信頼関係もね、構築していけるキャラなのかなっていうところも見えてきましたけれども、チームワイトの戦いは次回どうなるでしょうか。また次のリアクション動画でお会いいたしましょう。ではでは。